伝説の会長をトゥルルの像、ハンガリーの建国神話と結びついている。タタバーニャは、ハンガリーの都市、コマーロム・エステルゴム県の県と、ゲレチェ山脈に近く、その豊富な地下資源から工業が発展した、オーストリアとハンガリーを結ぶ、交通の要所であり、ウィーンとブダペシュとを結ぶ鉄道がタタバーニャを通過する。近隣の都市としては、 約45キロ東の首都ブダペシと35キロ北東のエステルゴム40キロ南のセイケシュフェヘールバールなどが挙げられる。約30キロ北西のコマーロムがドナウ川に面する国境沿いの都市であり、ドナウ川を越えるとスロバキアに入る。現在のタタバーニャはかつてあったいくつかの集落が第二次世界大戦後に結びついて成立したものであり、その集落が 資料上で最初に見られるのは1288年である。オスマン帝国、ハプスブルク家などの支配を経て、第一次世界大戦後に独立を果たした、ハンガリーの領土となった。第二次世界大戦後、共産党政権下で工業化が推進され、1950年にはコマーロム県の県とになった。その工業化の成果は高く掲げられたが、 社会主義経済の行き詰まりと東欧革命に伴う共産党政権の崩壊を経て町の経済は非常に厳しい状況へと陥った。FC タタバーニャがタタバーニャを本拠地とするサッカークラブ、現クラブの起源は1910年まで遡る。2005年に一部昇格を果たし、そのシーズンを5位の成績で終えた。ありがとうございます。